漫画でっちょんな、どもども、中年ゲーマーよろさんです。さあ、膝が痛いですが迷いの世界塔を、登って参りましょう。というわけで、今回挑戦していきますのは、こちら、迷いの世界塔225回でございます。225回の敵はサガステーションの、上野、品川、池袋の3名。弱点属性がばらけているので、ダメージの通りが悪いですな。まあここまで来たら弱点属性なんて関係なしをですけどね。それでは私の攻略編成のご紹介。はい、今回もラピスト聖火隊の皆様です。というか今後、基本ラピスト聖火隊での攻略になります。というわけで、このパーティーの核となるウルトラデラックス聖王様。ステータスと装備はこんな感じでございます。継承は、もちろん勝利の歌。今回も歌いまくりまくり好きです。サブバッパー兼サブヒーラーとして、採用の海主娘。ステータスと装備はこんな感じでございます。活力の水を継承。基本的に BP が溜まったら水彩。味方の HP がやばい時は、活力の水ですな。知力でバッパーとして採用の、イーブリン。ステータスと装備はこんな感じでございます。サイコノイズを継承。ひたすらサイコノイズを打ちます。ここはミラステ下がるスがいいんでしょうが、行動順によりデバフが入ったり入らなかったりだったので、イーブリンを採用いたしました。素早さデバフ役として採用の、クリスマス白バラ姫。ステータスと装備はこんな感じでございます。ひたすらチョコボールを、ぶつけていくお仕事です。素早さ兼器用さデバフ役として、採用のビューネイ様。ステータスと装備はこんな感じでございます。幻影発動を期待してこっちスタイルを採用です。ではでは、以上のメンバーで行ってまいります。225回も220回ほどではないですが、1ターン目が鍵でございます。やることはこれだけです。これだけで勝てます。が、また敵が当たりの行動を。してくれるのを祈るゲームです。ちなみに敵さんの理想行動は、これらでございます。これ以外が飛んできた場合は大概再挑戦ポチポチです。リュウネイ様やアセルスをパーティーに、編成していた場合は、ワンチャン幻影でかわしてくれることがあるので、1ターン目突破確率が、微妙に上がるかもしれません。はい、ようやく当たりを引くことができました。もう何回挑戦したか、覚えてませんが、220回の日じゃないことだけは、確かでございます。一回行動しかしないところに、優しさを感じますな。2ターン目に突入、これで大体の攻撃は回避できますが、器用さが高いせいかはグナスと、ノエルの物理は、食らうことがあります。なので、リュウネイ様は、ここから先風連打に変更。他の面々は基本的に、行動は変わりません。海主娘が回復に回るくらいですね。あと、イーブリンはワグナスかブーケを、殴るようにしましょう。リュウネイ様がペロってしまいましたな。仕方ないので白バラで起こします。霊王様は喉が枯れるまで、歌、海主娘は通常、イーブリンはサイコノイズで知力と、精神デバフを、入れていきます。ゴーストライトは回避できましたが、他はまだ食らってますな。まだまだ安全ではないようでございます。聖王様は歌、海主娘は聖王様を、回復。イブリンはワグナスを殴って、白バラはチョコボール。リュウネイ様はサツカゼで器用さに、デバフを入れていきます。攻撃全回避、これでパターンに入った感じですかね。ではでは、あとは同じことの繰り返しでございますので、3英雄が倒れるまでそのまましばらく、お待ちください。最初にも申しましたが、225回は220回に、比べたら、
うん万倍もマシなクエストでございました。やっぱり敵さんがそれぞれ1回行動だったというのが、大きいですな。これで2回行動だったらまた悶絶級の、クエストだったと思います。もし220回のミニオンズがそれぞれ1回行動だったら、ここまで220回が、クッだとかウンゲーとか言われてないと、思います。ようやくワグナスが膝をつきました。でもまだまだこれからです。この3英雄たち、結構 HP が高く設定されてるのか、結構しぶとく生き残ってくれるんですよね。一度ギリギリまで追い詰めたのに、ゴーストライトで魅了食らって、パーティーが一気に崩壊してしまった苦い思い出がありますので、しぶとくデバフを入れ続けることをおすすめします。ナメプ、ダメ、絶対、ノエルは異常状態技を、持ってないので最後まで残しても OK。ワグナスとブーケをさっさと処理できるならした方がいいですな。まあさっさと倒せたら全然苦労いらないんですけどね。よし、ブーケを撃破。残りはノエルのみ。妹ロックブーケの仇です。やらせていただきます。やらせないよ。という感じで225回突破でございます。お疲れ様でした。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では。